CS 第3戦先発、日本ハム、北山昂輝、いつも通り自分の投球を。第2戦で激勝を収めた日本ハムは、北山昂輝投手が勝負の第3戦に先発する。今季はロッテ戦での登板は一度きりだが、4月20日にエスコンフィールド北海道で行われた。その対戦でプロ初完投、初完封を達成している。北山は球団を通じて、いつも通り自分の投球をするためにしっかり準備をして臨みます。日本一に向けて、チームメートと試合を楽しみたいと思いますとコメントした。これにネット上では、調子いい時のあの感じなら、マジで敵なしなのでよろしくお願いします。3戦目は間違いなく勝利するだろうし、そのままファイナルステージで大暴れしてくれることは疑いもありません。ファイターズファンは最後まで応援し続けます。頑張れ頑張れファイターズ、ドジャースといい、日ハムといい、素晴らしい試合ありがとう。両ブルー最高です。日ハムあともう一つ頑張れ。